神戸市立吹合高等学校は、兵庫県神戸市中央区の崎通り一丁目に所在する市立の高等学校。1949年に高校三原則に基づく総合性を実施する新生高等学校として神戸市吹合区に開校した。現在の高知にかつて存在した神戸市立神戸中学校とその後継校の学籍を管理し、 同窓会である筒大会も引き継ぎ現在に至っている。教育方針として自主の人たれ、創造の人たれ、世界の人たれを掲げている。国際化の併設で毎年帰国子女など外国に在住した生徒や海外からの長期留学生を受け入れており、ディベートディスカッション、エッセイライティング、グローバス・スタディーズ、アジア地域研究、第2外国語などの科目が設置されている。 英語、国際、外国語の大半の科目が1クラス10名から20名の少人数授業で、英語の授業の60%以上が、常勤外国人講師7名と日本人教諭とのティームティーチングで行われている。普通科には、文系、理系、英語系のコースが設定されており、文部科学省 WWL 拠点校の指定により、分離融合型の学校設定科目が設置され、 リスクマネジメントを共通テーマとして人権、環境、経済の観点や文化、歴史の課題について取り組む授業が実施されている。実用英語技能検定の2019年度の実績数は準2級以上合格者が延べ1121名、うち2級412名、準1級104名、1級13名。ありがとうございます。